知市五台山の竹林寺では新しい年を迎えるのに備えて今日すす払いを行いました。本堂では寺の職員たちが法要などで使う仏具などを外に出した後、葉っぱがついた長さ4メートル余りの竹を使い、普段は手の届かない天井などのほこりや日頃のごま竹によってついたすすを丁寧に払いました。すす払いを終えると職員たちはろうそく台についたろうを取り除いたり、仏像のほこりを筆で払い落としたりして1年の汚れを落としていきました。今年は開祖1300年でしたので、もういろんなイベントもありましたし、もう普段の何倍もいろんな方々に、ね、お参りいただいて中にも入っていただいたので、まあ、その分、ね、一生懸命お掃除いたしました。またこれからね、またずっと続いていくように、精進してまいりたいと思います。竹林寺では毎年正月三が日にはおよそ2万5000人が初詣に訪れるということです。新しい年を迎えるまであと10日、竹林寺では締め飾りなどを取り付けて新年の参拝者の出迎えに備えます。